いきなり質問。1日平均何時間こうやって座ってます？実は座りすぎてね、体にもあんまり良くないんですよね。一般的に言われているのは30分に1回立ち上がる。で、1時間に1回立ち上がって、まあ休憩するって言われてるらしいんですけど、デスクワークが増えてるこの時代、なかなかそうもいかないですよね。でも、これがあれば立って仕事ができるんです。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。これ、パイクスピークの S200 ライトっていうね、自動で上下する電動昇降デスクなんですけど、これがデスクワークにめちゃくちゃおすすめなんですよ。僕なんか特にそうですけど、まあ、動画編集でね、こう向かって、だいたいね、今1日8時間、長い時で8時間ぐらい座ってるってこともね、結構あって、まあ、いくらね、こういったいいワークチェアを使ってても、これね、ワークチェアね、腰が痛くなるっていうこともね、8時間座っててもないんですけど、やっぱずっと座ってるっていうのは体にも良くないみたいなんですよね。で、あ、このね、ワークチェア。スチールケースのジェスチャーってね、呼ばれてるあのワークチェアなんですけど、すごくね、いいんですよ。こう、リクライニングもできるしね。で、長時間のデスクワークには本当ね、これ超おすすめなんで、過去これレビュー動画作ってるんで、こっちの方に貼っておきますね。ちょっといいワークチェアをね、探してるんだよなって人は、これね、おすすめなんで、ぜひね、動画の方チェックしてみてくださいね。で、話をね、こっちの方に戻して、今回紹介するこのデスクね、パイクスピークの S200 ライトの紹介を、特徴ね、紹介して、で、実際にその使い勝手、使い勝手が良くないと、やっぱ毎日ね、触れるデスクなんで、使い勝手とか、あと、そのメーカー、他のメーカーとの違いとかも細かく深掘りしていきます。まず特徴の一つ目。コスパに優れてるってとこですね。電動昇降デスクって結構今たくさんのメーカーから出てるじゃないですか。で、僕もね、電動昇降デスクずっとね、欲しいなって思ってて、でもね、高いんじゃないかなって思ってたんですよ。意外と高いって思ってません？でも、僕はね、その時、大体ね、その電動昇降デスク欲しいなって思ってた時が、まあ、7万とか8万ぐらいするんじゃないかなって思ってたんですけど、このデスクね、実はね、素材とかもね、すごくね、こだわりがあって、いい素材も使ってるし、あとフレームなんかもね、スチールでできてていいんですけど、それでもね、5万円しないんですよ。しかも、9月30日までになるみたいなんですけど、Amazon の方で1万円引きのクーポンがあって、それを適用すれば、まあ、4万円以下で買えちゃうんですよね。しかもその、最初からこの天板とか、必要なものとかは最終ね、すべて、段ボールの中に入ってるんで、買ってすぐに使えるってところもいいですよね。ちなみにデスクの大きさなんですけど、横幅が120センチで、奥行きが60センチで、さっきも言ったようにフレームはね、全部こういうね、スチール製でできてるんで、まあ、こういったマグネットフックなんかが簡単に横にピタッとこうくっつくのは便利ですよね。あと、昇降範囲は、最低で72センチで、一番高く上げると122センチまでね、上がります。で、ここの重さ、耐荷重なんですけど、45キロまで、耐えれます。まあ、一応その、パソコンとかモニターとか合わせても45キロを超えるってことはまずないと思うんで大丈夫かなと思うんですけど、まあ、これシングルモーターなんで、若干この辺気になる人はいるかもしれないですね。最近はそのダブルモーターで音が静かですよっていうのを売りにしたデスクもあるので、ちょっとその辺も、駆動音とかもね収録してみたいと思います。それが特徴の2つ目、組み立てがね、めちゃくちゃ簡単だってとこですね。こういった電動昇降デスクって、大体ね、大人2人で作ってくださいとか、まあ他の YouTube 見てもね、
作業時間2時間ぐらいとか、もう部品点数がめちゃくちゃ多くて組み立てが面倒ってことが多いんですけど、このパイクスピークの S200 ライトはなんとね、最短組み立て時間が5分。なんかね、笑っちゃうほど早いんですよ。で、実際僕ね、これ一人で組み立てしたんですけど、この後ろにモーターとかね、ついてて、あと天板とかも最初からこう据え付けしてある状態で、で、それで段ボールに入ってるんですけど、それを、どうやって組み立てるかっていうと、足、ここの足ね、足を付属の六角レンチで4箇所ね、キュッキュッキュッって締めていくだけで完成なんで、まあ、ほんとね、こういった組み立てが苦手なんだよなって人も、簡単にこれ作れると思います。足をつけるだけなんでね。ただ、その天板部分、ここね、一体化してるんで、天板部分がちょっと重たいんで、女性とか、ちょっと力に自信がない人は、デスクをこう起こす時だけ、二人でやった方が、まあ安全かもしれないですね。ちなみに僕はこれね、全部一人で組み立て、あっちで組み立てして、ここに移動、設置して、だいたい20分もかからなかったぐらいなんじゃないかなっていうふうには思います。そして特徴三つ目。引き出しが超便利ってとこですね。これ昇降デスクには珍しい引き出しがね、最初からついてるんですよ。しかもね、結構横幅の広い引き出しなんで、例えばこういうね、マウスとか、あとこういうね、キーボード、無線のキーボードとかね、収納に使ってもいいし、僕の場合はその撮影機材、マイクとか、アクションカメラとか、ミニ三脚とかを入れて、すぐにこうやってね、取り出して撮影に入れるようにしています。このね、引き出しがあるだけで、まずね、このデスクの周りの整理整頓がしやすいと思うんですよ。これは嬉しいですよね。それから特徴の4つ目。充電に便利な USB ポートが2口ついてます。ここにあるんですけど、USB Type A が1口。それからその隣に USB Type C が1口。最初からね、2つついてるんで、この充電って結構しなきゃいけないケースってあるじゃないですか。でいちいちそのコンセント、うちコンセント向こうにあるんですけど、コンセントから延長ケーブルを持ってきて、で、アダプタさして充電するとか、まあそういう必要もないんですよ。僕の場合はこんな感じで、ミニケーブルをここに挿して、スマホをね、すぐに充電するってこともできるし、そのタイプ A もね、タイプ A もついてるんで、これね、NPF バッテリーって言うんですけど、タイプ A でしか充電できないこのバッテリーとかもあるんですよね。これできないんですよ、僕のタイプって。そう。これをタイプ A でつないで充電するってこともできるので、これは便利ですよね。で、この USB ポートと、あとさっき言ったデスクがあるだけで、めちゃくちゃこのね、天板の上、デスクの上っていうのが片付くんで、本当デスクの上がすぐごちゃごちゃになって困ってるって人にもね、いいんじゃないかなって思います。それから最後特徴の5つ目。やっぱ昇降機能ですね。ボタン類もね、ここあるんですけど、ボタン類もすごくね、シンプルにまとめられてて、自由な高さに上下するっていうこともできるし、細かくね、上下することもできるし、あと4つのね、メモリー機能、メモリボタンがあるんで、例えばこういった座った状態と立った状態の2つをメモリーで使えば、まあ家族ね、2名分まで4個あるんでね、合計4個あるんで、家族2名分まで記憶しておけるっていうのは便利。で、さっきも言った通り、上は122センチで、下は、72センチまで可動域があって、まあ、僕はね、身長170センチなんですけど、1番ね、このボタン1番に座った状態、これがね、今74センチでセットしてます。で、2番に立った状態で103センチに設定しています。で、まだその可動域としては余裕が20センチぐらいあるので、まあ僕170センチなんで、まあ190センチぐらいの身長の人までは、まあ大丈夫かなって思います。十分な可動範囲かなと思いますね。さあどうでした？電動昇降デスク。ちょっと買おうかな。でも高いんじゃないかな。組み立て面倒じゃないかなって思ってる人にもこのね、デスク、候補の一つとしてもね、入れてもいいんじゃないかなって思います。しかも、現在ね、キャンペーン期間中で、通常よりも安くね、買えるみたいなんで、まあ、詳しくね、概要欄の方にね、購入先のリンクを貼っておくんで、気になった人ね、ぜひチェックしてみてください。いや、でもめちゃくちゃこれいいですよ。はい。で、このチャンネルでは、まあ、こういったね、まあ、デスクもそうですし、まあ、便利なアイテムとか、
あと最近だとクライアントワークじゃない、クラウドファンディングなんかで紹介されてる面白いアイテムとか結構あるじゃないですか。それのまあレビューとか、あとガジェットとか、撮影機材のレビューもしています。で、普段は映像制作をしているので、その映像制作の舞台裏 BTS って呼ばれるものだったり、あと撮影と編集のチュートリアルなんかも動画にしています。まだチャンネル登録してなかったって人はぜひね、この機会にチャンネル登録と、あとベルボタン、高評価を押してくれると嬉しいです。そして次回紹介するアイテムはやっぱりカーボンだよね。長くて便利、ファルカムです。それじゃあまた次の動画で。